あ、何がどうなった？俺だけが助かった。どうやら俺はどこぞの牢屋に。ここは魔物たちのアジトだよ。こいついつの間に俺の背後に。心配しないで。僕悪いま。それより君怪我してるみたいだね。えい、痛みが急に現れやがって。何者だお前は。僕ホミリーよろしくね。いやお前が悪いやつじゃないってんなら聞きたいことがある。君の仲間？おう、見てないよ。そっか、会いたい人がいるんだね。じゃあ扉を開け。とはいえあいつの呪文は役に。こうして地下から脱出しようとしてると、あいつは無事だろ。あいつ？まあな。ねえ、僕の言った通り魔物が2匹。確かに。おい、聞いたか？我らが邪竜軍王ガリンガ様のご活躍。おお、聞いたとも。あのいまいましい神の民どもの里を。神の民？聞いたこともねえな。まあ今はそんなことをゆっくり考え。ねえ、だったらこういうのはどう？うん、おい、ちょっと待て。こんなやつ。はっ！貴様！ん？お前にはいろいろ聞きたいが。うん。さすがにあいつら全員を倒すのは厳しそうだ。もうそんなことでどうする。どういうことだ。それにおかしいな。前に俺が言ってただと。とにかく今は脱出することに集中しなきゃ。なんだよ、はぐらかしやがって。お前に言われなくても。やるぞ。こいつでどうだ。頑張って。勝ったぞ。やった。これもさっきのと同じ仕掛けだよね。力を注げば、僕ならなんとかできるかも。試してみるから、おい、見つけたぞ。ちっ、追ってかよ。いちいち相手にしてられねえ。魔力を注ぎ終えるにはもう少し気をつけて。眠れ。痛っ。眠れ。こいつでどうだ。気をつけて。こいつでどうだ。こいつでどうだ。痛っ。そら。痛っ。くらいな。そら。こいつでどうだ。俺を甘く見るなよ。お前やるじゃないか。えへへ、それほどでも。僕を守ってくれた。またさっきとは違う部屋に来たね。マジか。まさか、ここは空の上だってのか。しかしどうする。さすがにここからじゃ飛び降り。あ、見て、あっちにも道がある。ああっ、きゃー。我よ、魔王様に仕えし六軍を魔王様に差し出すため気絶していた貴様を捕らえ、非力な人間にしてはよくやったが、それもここまで。皆の者よ、あの男を捕らえよ。さあ、時は満ちた。魔王様に逆らう愚かな人間どもを滅ぼし、魔王様の支配を。こいつでどうだ。いて。いて。あばや。いて。覚悟しな。はあ。くらいな。こいつでどうだ。くいて。くしょ。さすがにもうダメか。方法なら。この声はホビリンか。君は僕のことをずっと前から地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の贖罪も果たされるだろう。その言葉は。ここを突破するために力をあげる。一度きりの。でもそれは君の一番大切なものは何？そうなんだ。大切なものは仲間たちとの思い出。構わねえ。俺に力を。生きてさえいれば思い出は。俺は立ち止まれねえ。そなたに力を。俺はこんなところで何としてもここから。非力な人間の最…愚かな人間め。行くぜ。あばよ。せや。せや。あばよ。またぞ。消すぞめ。スリープだが一気に行くぞ。くらいな。何？はあ。我が鎧に。カミュよ、よくやった。わしはお主の世界で預言者と呼ばれるもの。以前お主に預言を与えた手前、すまぬ。わし、生きてさえいれば、やれやれ、えらいこった。地形が変わっちまったところもあるし。ん？おい、あんた、大丈夫か？わからない。俺は誰だ？おい。